回復時ですね。さあ始まります。3話どんな感じですか。全部進みましょう。全部いけ。2話より面白いです。間違いない。もっともっとこうダイレクトになって、もっともっとテンポが上がって、で意外とね、ここの関係とか、そんな風になっちゃうのみたいなことがものすごく詰まってるんで、ぜひ翻訳時見てください。ご覧ください。以上、マッケン&久保でした。